お疲れ様です。今日ですね、ということで、やっていこうと思います。でサブのねユニットはマジでなんとなく組みました。はい、こちらでやっていきます。でちなみにね、6勝1敗まで来ました。はい、12勝ちょっと目指してね、そこそこにそこそこに強いかもしれないっていう、まあまあちょっとねやっていこうかな。こっからが本番なんだね。そうグラチャレね、12、さああと6勝です。いきましょう。でまあ重たいっすね。なんか破壊力はねあるんですけども、非常に重たいので、よしよしよし。序盤はねあまり動きたくないんですよね。で動いてきてくれるホグとかすごいでかい。よし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 。でもイチゴスケズリもさせないよと、俺の大事なイチコスね。よし。でここはまっ、あーいや、エリシェイって結構防衛に強いんですよ。防衛に強い、そう防衛で相手の圧着衣受けとかちょっと便利なんですけど、あ、これはキョスケの圧着衣ホグかな。およ、おやや、これさマジヤンキーしちゃダメかな、マジで。1回だけね1回だけってどういうことって、マジデリバリー降ってきたら泣く。あーマジで泣くし吐くし。うわー、あでもなんか、悪くね、でも悪くね。よし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 。そう相手はしかもいいね使ったんで、ここでホグ来ても俺にはペッカがあります。よしよしいやでもいいね、だいぶ嫌だな俺からしたら。よし、ホグはまあ吸うよね、吸うよね、吸えばいいよね。まあまあインフェにまあやられるんですけど、俺のユニットどれもやられるんですけども、いっぱいいるんでね。まあゴレがインフェにやがれてもエリジェイ足せばいいし、ペッカ足せばいいしみたいなね。よし、足せばいいんでね。よし、ナイト、いやまあデリバリー安ね。うわ、クエイクの圧やばくない？なんか相手強気っすね、こんなガンガンクエイク打ってくんだっていう。てかソロユニットいねえのかな、そのマスケみたいな枠。あれマジズルなんですよね、俺からしたら。でここはもういらない、いらない、ペッカ生贄です。はい、普通ペッカデッキとかでねペッカ生贄にしたら終わるんですけど、このデッキはもうペッカ生贄にします。ああなるほどね、ちょっと新しい。いやでエレジェイまでゴレの後ろにつけたいねこれ。お、うわーなんかめちゃくちゃいい感じのインフェになってそう。んでもこれさ止まんなくない、なんだ。うわーなんかいい防衛し、レイジが強え。うわーレイジがめっちゃいい働きしてる。うわーやばいか、ちょっとなんとなくこの辺のダクティどうマジで、いやいける、押し込む押し込む、やばい待って。うわここでガチでいらん。でもダックピルお前は強い。ペッカがマジなんかマジ意味わからんけど勝てそうじゃない。よしよしよし、芝取れねえしたけどこれが世に言うドチンパンでさえ、これもなマルチでやってると本当嫌われるんで皆さん気をつけてください。よしよし、まあまずは一勝ね。相手対空ユニットなかったな、ソロ枠なんか マスケとかもないんだな。デリバリーなんかちょっと変わったね。ちょっとどころじゃねえな。異常に変わってるデッキだったけど。よし。いいぞ。プリンスに D がついてるの。どういうこと？さ、まさか、俺のことを知ってくれている。うっ！いやー、ペッカがあれば熱かったな。LSP で回してもよかったんですけどね。LSP 大事なんですよね。俺のデッキ。呪文がね。トルネ、まあ、トルネがあるけどトルネしかないんで、ちょっとエビメンしてねしっかり。うわザップやめて、うっ、いやまじだいぶ吐くっすよねこれ。いやまじでコストねというかなんかねえんすよ、いろいろとダックプリとかの受けでさえしんどいので、これ耐えたいな。で三重子はちょっと今回相手ファニボザップなんで、まあたまたま相手がねそういうのを使わない限りは出してくない。いやーこれ金、おっ、まあ、これに関しては
ちょっと、おお、そんななんかおしゃディガーまで来るんですね。でも俺からしたら美味しいぞ。いやマジ、端前エレジャイぐらい行きたいけど、エレジャイは防衛用です本当に。いやーていうか暇だなこれ。なんかプリンスずるくないっていう話なんですよ。すぐ俺がそう言ったら聞こえとるじゃん。でもこれプリンス使ってくれたら相手、相手もどうすんだこのエレジャイ。まあ、フェニックスの卵壊せないんでね、俺相手陣地のウッドとかないんで。え、ちょ待って、お前マジそれだけは、うわーい、マジで許せん、もうガチでやばい。なんで、うわーいい受けしかも、うわーいい受け、やばいして、どうしようあれ、助けてほしい誰か。最適はゴレ。マジで最適解はゴレでした。で、レッカで対応してエレジャイで受けたいね。あれ私もう守れ守れ守ればいい。いやペック欲しいけど、一旦逆に相手これきついみたいなのがない。いやこれ共有できないんです。よし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 、これペックの受けきついぞ相手。マジであるぞあるぞ、耐えろ耐えろ。エペックなんなら2発ぐらいやってくんねえから。うーめっちゃ刺さってる。はしまいじゃい。うわーそうだよな。え、ここにディガーまで拾う俺は。よしよしよし、いや美味しい美味しい、それ美味しい。うおー危ねえ、なんか今見てた。なんか見たらダメなのに見てたよ自分がいたけど、30時が追ってたぞ。よしよしよし、ジャイプレファイオに勝てんのやば。ちょっと待ってよ、いやなんか強い強いよ嘘、ちょっと待ってけどなんかいい。よし待とう、とりあえずね。なんかあるよね。うわー一旦シマイペックか、これ暇すぎ。エリジェも30しもない。泣かぬなら泣くまで待とう、ホトトギスみたいなのあるよ、そういう種類のホトトギスみたいな、まあ、そんな感じだよね。大型なら動くまで待とう、エリジェこれ。うわー いらねえけど、まあまあ、いやこれマジで間に合ったら最強なんだけど、間に合わねえよな、間に合わねえよな。いや間に合わねえからやめとくか、一回冷静にね。で相手バルーンなんでファイブですね。いやこれはマジで何もしないでほしい相手に。無料フェニックス来い、てかディガーか。いやなんか珍しいなって、ババイあババー、いや、斜めザップがいいけど、うわタワー攻撃しねえかあれ。おフェニックス結構頑張ってる。で、まあババかなので、あーエレジャー行ってもいいんだけど、普通にこれペッカさめっちゃしんどいみたいにないかな。いやエレジャーでいっか、ちょっとおとなしくエレジャーでします。多分出し得だと思うんだよな、今これババ使ってるんだよしかも。よしよし、これはもう俺守れないんで、うん、どうしようマジ。ちょっと両サイね、オシャンキータイムにこれ。ちょババがマジやあ、ファイボやん絶対。あー違う違う、よし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 、マスケマスケ落として落として、マジでこのデッキ削れないね。あのディガーさえもちょっとやだな。あ、待って、トルネのダメージ。うわぁ、やべえ、それ。マジやめて。で、バルーンから撃ち抜けばいいや。撃ち抜けるような、お前だから。
怪物だけやめてマジ本当に。あ、勝った勝ったくれこれマジでこれこう見ると相性いいのかなっていう病気になっちゃうんですけど、よし、ペッカも止まらんぜよと、30勝も残ってるよとよしよし、あーまだ勝ってねまだ勝ってね、危ない危ない、38も残ってる、よし、いやいいねいいね、まあなんかなんかが腐るんですよ、うん、まあなんかがペッカ入れちゃい、30勝5連もいるとどっか腐るんだけど、まあどっかを犠牲にすることによってね何かが頑張ってくれると、まあ基本ゴーレム犠牲係です、はい、ゴレオ取り役のまあエリジャイで刺すがね結構無難かな、ゴレオ取りペッカもだいぶおとりっすね、あまあでもペッカの受け意外とこうなんだろうね、スケルトンとかがないターンとかがあるので、もともとないデッキとかにもね意外とペッカにコスト使ってくれるんで、なんかペッカってそこそこに強いっすよね、そうなんか縦線とか、まあ、弱いっちゃ弱いんですけど、なんかねペッカの受けがない時に異常なほど活躍を見せる、まあ火力だけはねやっぱこのゲーム一丁前なんでね、このゲームの、まあ、スパーキーぐらいが一番強いの、まあ、その次ぐらいに、おおいいやいいや、待って、なんか遅かった今離れなかった、よしホグクラにいるな、分からしてやるぜ、俺も作ろうかな、ペッカ入れじゃゴール3チクラン、いやマジで悩む、ちょ一回おとなしくいくか、なんか何を叫べばいいのか分かんなくなっちゃううわー、うまいなそれマジで、ホグ使いやん、いやでもここでコストを使うのはね、もううわー、しんどいしんどい、いや泣きたいよなマジ、これアイゴルホグ来たら次どうしよう、あーでかいでかい、ホグ守れないからね、よし、まあ、問題はマスケっすね、大砲マスケがどう考えてもやばい、どう考えてもやばいんだけど全然可能性としてはある、よし、まずはおとりのね、まずはね生贄ですから、ゴーレムに大砲を使わして後ろのエリゼを刺す、いやマジペッカもな餌なんだよなちょ、この餌になるカード多くない、一旦つけとくか、フェニックスってなんかつけとったら強いよな、よし、お大砲がさっき使ったから意外とこう回るのが遅くなってて、いやー SP5 を、でかい、えフェニックス残ったらさあー、いやーなんかいい気してくるな、よしよし、右限界だから、いや俺ぐらいになるとここで許容します、いや許容しすぎか、なんだこの線今の攻めってなるんだけど、だがそれがいいって、マジでこれ後ろ絶対エリジェイだったよな、いやマジでみんな思ってる、絶対これペッカじゃねえ、あマジペッカお前マジで弱いんだよ、やべえこれエリジェイだったらガチで手がかかってたが、いやうわかなきゃダメっすね、でもホグ来てもうわマジやべ、ペッカ出したことによってどんどん不利になってる、エリジャイいつ刺す、うわいやここか、もう行こう、行かなきゃ、行っても行かなくても負けてるんだし行こうぜ、お前そっちだね、いやでも殴ればマジワンチャンある、耐えるないかこれ、うわーあのゴーレムの後ろのマジでやったな、これホークじゃなくて呪文削り来るとバレてます、おろ
ミスワンチャンない？でもそのマスケ、うわっマジでそれずるい。あーマジ呪文削り、ほんとに禁止にしてほしい。うわあのペッカ一生ラム、うわうわーちょっとペッカ変えてえな。メガナイトぐらいにメガナイトぐらいに、うわー2バッツここに来て。いやでも反省っすね。はい、ゴーレムの後ろにペッカは絶対つけません。まあ相手が 2.65 っていうのもあるんですけど、ゴレペッカはねさすがに弱い。まあ今のね戦いを踏まえたら負けるデッキはマジで2級クロスぐらいしかないけど、そのクロスっぽいプロフィールなんだ君だけはマジでやめてほしい。まあクロスか、もうクロスだったらもう無視しかない。よし、圧着はマジでゴーレムかエレジアイで肉体で受けるしかないよね、フィジカルで。でここでよしよしよし使わしてからの、これ遅れてエレジアイ足したいな、マジ序盤の間に決着つけたいよね。正直なところさっきの試合見た感じ、うわー助けきやがった。頼るの壊せ、よしよし、ウッドか、あースケ使ったからウッドっすね。お蘇る、まあまあまあ、でもこの、いやー、あちこマジ嫌なんだよな。いやマジ俺のダックプリ濃厚、やばいあ、これガチできついっすね。 2.6 がきついんで、虚数強化がきついくないわけがないんですよ冷静に考えて。うん、フェニックスこっちで、うわお起き上がる、なんかギリギリでうっとってくんな、エロいな。あれうわあ、これ、生きてえ。行っても、いや、これは、ちょっとマジで、本当に落ち着くと、一回待ちます。端前エリジャーは強いんですけど、結局、キョスケとアチクイで、なんか、許容されてカウンター来て、ってなるんで、一旦ここは待って、普通に、三重子が強い。いや絶対だるい、この30試合。いや、本当に時間がない。圧着にはだるい。ミスった。ミスったか。いや。一発だけやで。振れ。よし。よし、右サイドも行って。うん。いや、俺はマジこう耐えながら戦うが正解っす。いや、今結構悪くない試合してますね。しかもこれで、出してくれるから使った。フェニックス？よしよしよし。めっちゃ気合マジ最高。え、これ結構強くない？しかも、お着い殴ってる。よしよし、え、ゴルム。よしよし、マジで。しかもマスケ、お前。ぶっ壊れだろあいつ、ガチで熱いぞ。でこっからちょっとおしゃれな攻めの試合に出ていきたいが、何おしゃれな攻め、これ一旦待ちだな、これ無理をしない。結局クラロワも人生も無理をしない。うわもうちょっといけよ、無理をしない。おエルシア取られてる、取りにあと何発ある？うわ、橋前にしていた、これ、絶対。うわぁ、いや、言っていい。ここは無理をするところ。無理をしないとか言って、無理しないやつもダメ。いけ！今だ。やるとき、今しかない。あ、相手は諦めとけ、これ。ほい。やっば。じゃあ、これは、真ん中三重子でもう、大砲を射抜けたのが、ね、あれで全て狂ったね、相手は。わー
ーマジであるぞ。あと2勝。うわ、しよけお前。お前、グラシャリすんな、トラゲしとけ。最近動画でめっちゃ当たるやつやん。スケラ使いっすね。とかもう、チンスケラとかだったらもう、ワンチャン？いや、まあ、スケラ使いだけど、うわ、え？スケラ使いってさ、グラチャレだったらこう、なんか違うデッキ使うみたいな。もうグラチャレも遅延スキルなの。ああ、よかったじゃねえ。ラボリか。いや、待って、ラボリだったらあるぞ、これ。マジで。ラボリだったらあれ？マジであるぞ。なんだろ、墓石までさ、ダックペリーなんか頑張ってくんねえから。一旦ここだ、痛い。後ろからユニットからか。よしよし。いや、これマジ、高め30周まで行きたいな。コストが。コスト足りんな思ってる。あ、でもエリシャイもスティリッシュも使ったらこの後だいぶ渋いけど、後のこととか考えるからダメなんだよ。今だ結局。よしよし。あのホブにトルネは使いたいけど使わない。これは相手のね許容がうまいってことにして。やべえ、ちょっと空ユニットなんだこの陸のゴリラどもめ。次何があるっけ俺。マジ何がいる俺。ダクリか。いや、ゴーグル回して。あっちゃんこのターン行かれるな俺。じゃマジで本気の延命していいっすか。これフェニックスの延命にゴーレムつくやつ見たことないでしょこんな。よしよしよし、おいし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 。マジ、エレジェイ溜まる？いや、俺エレジェイ溜めなきゃ終わる。絶対本気で来る。あれ？本気で来ないか。スケキンで来ると、美味しい、俺からしたら今。よしよしよし。俺エレジェイ出したよな、さっき。はい。はい。休憩して。あとはこっからっすね。ペッカとか出しちゃって。相手からしたらマジで。こんなに負けたくねえぞ。負けるんだけどね、君。これから。しかも、両サイズ目が完成すんだよね。ここに来て30しか活躍していく世界戦。うわぁ、それうまい。なんか、ちょっと、嫌っすね、立ち回り。いや、うまっ。いや、うまくねえか。これちょっとやべえかな。いや、でも、生かして。今ちょっと行きたいね、流れやね。端前ペッカまで見れる。あんまり出さなさそうや。いやでもスケ切るんでダックリはいかない。いや、ボール使ってんの。よし、これアドガルン。まあ、負け筋は端前、ホバディがスケ切るわ。もう30し固めて強して。よし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 、エリジェ行くぞー。あの墓石壊れてない入れちゃい絶対止まんねえぞ。いや、出すコストねえわ。もうゴーレムの後ろにつけちゃう。なんもねえかった。ああ、でも。いや、もうなんかようわからんのだよ。あ、山並み2周。うわ、それやばい。あ、でもなんか、マジなんか突破できそう。ダックブリ行け。よし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 、いけもう一発分からせろ。いやマジで一旦三死。あ、そうですね、俺の負け筋これ。でもこれは耐えれそう。よし、トルネとトルネの圏内ぐらいじゃない。そして一旦こっち行ってからのトルネのダメージ。あ、エリスピでLSP の感電でみたいな。あー、感電しないか。一旦トルネで一回ちま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 行くしかない。耐えるしかない。いやマジでこれはこいつ犠牲にします。三種一手犠牲にしてても LJ で確実に耐える。よし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 トロワーグしてきなさい COK。 あなたは、はい、OK。 いや三重子が今回は三重子がめっちゃ活躍してる。どれかが活躍すんだよね。そう考えるとなんか便利だな、このデッキ。何かには戦えるぞ。よし。チナ、COK は、いや、本物っすね。世界23位取ってるっすね。はい。よしよしよし。
世界23位も結局ね、これできない勝てないよと。うわー、これ順勝あるかな。さきさん早い。うわ、なんか強そうだな。ね、強そうだけどそんなの関係ねえ。いきます。初手ゴルテが来てくれたらな。もうペッカでもジャキンジャキン刻んじゃうんだけど、何も来ないは何も来ないでなんか嫌だよね。ふう、あなたのデッキは、うわー、タルか。タルの時点である程度デッキ絞られるんですよね。うわー、チエースキャラはまあね、だいぶやばいけど、まあロイも薄いな。まあチエースキャラ、まあチエンゴレとかエレジャイはね、大砲なんですよね。まあ今んとこ遅延すけど、だいぶっすね。なんで三重子はトルネポイズン、ペッカーはもうなんかこの辺のスケルトンで死ぬでしょ。うん、だからまあエレジャイっすね。もうエレジャイフェニックスブストスしかないっていう、もう結局エレジャイだより。だけどエレジャイとかにトルネ使った時のこの真ん中高め三重子は絶対熱いから、おとりのやっぱゴレペッカーもね重要になってくる。あと序盤動いてきたい気もしたけど、守れないんでね、今これ、まあ、なんかペッカとかエレジャイ出して、ね、なんか適当に逆サイスキャラ打たれるだけでもやばいんで、待つかな、さすがに。裂いてダックプリっすけど、ダックプリ裂いて何をすんだって話なんですよね。うわー、裂きますけどね。結局この後三死者ね、ポイズンでいかれるし、バレたくないですよね。なんか三十死は最後の最後のスーパー大逆転のね、ちょっとジョーカー的な役割をねできると思うんで。うわー、きつい。よし、いやこれはまあペッカーだとまあソウルゴールとスクラでボッコボコなんで、まあ警戒は逆サイドと。うん、まあ相手からしたらね、ただのリジェなんでね、僕はこの普通にこの棒にトルネポイズンを使ってくれるかもしれない。全然使わない。うわー、しっかり守ってくるなこの顔。僕はめっちゃ守りますような顔してるな。いやでもああいう甘えたのを最後に三重子でしまきたいな。これぐらいならいいし。え、ドクブリなんで止まんの？あんた。おサブ。一旦なんか水道してみたら。やべえか。うわー、悩む。守りカードがなさすぎて。でも流れなんか意外と悪くないですね。相手ちょっと苦しそう。問題ゴーレムの後ろなのかっていう、逆サイドまである。一旦すること一緒で、三重子はね、奇跡をね。おっ、フェニックス、あー、内側できたらキングと狙えた。逆サイドスケキングってたらどうしよう。てかマジで可愛いな。これさ、誰か俺を救ってくれる人いる？マジで地獄なんだけど、どうしよう。ちょっと待って、これ待ったのが間違いだったかな。でもマジでワンチャンですよ。こんなんで足前ペッカ、足前ペッカが間違いだ絶対。足前エレジョ、あんなゴーレムね、いらないんです。うちにはで墓石を壊してもらって、え、マジでやべえ、なんか多い多い。ちょっとキメラ、あーマジで、え、こういう折り方ある。ちょっと待って、やばい、このゼロポイズ、ああー、返せないとございました。マジでほらマジで、なんか卵だけだもん。ここでゴルナイからのトルネで、うわー、うん、
大佐ありがとうございました。